こんにちは、丸山です。僕たちの NPO が、山梨県北杜市にあります廃校になった旧高根清里小学校を、2019年10月1日から10年間の契約で借りることになりました。まあ、そこを使って僕たちは今八ヶ岳コモンズという名前をつけて、まあ、地域の交流の場所にしてきたらなと今思っています。で、まあ、教室が特にたくさんあります。まあ、1学年、1教室なので、まあ、6年生分だけ6教室、普通教室があって、それ以外にも職員室があったり、保健室があったり、調理室があったり、理科室があったり、音楽室があったり、図工室があったり、図書室があったり、体育館があったり、校庭があったりします。まあ、そんな中で今、ちょっと面白い部屋があるんですが、それが音楽室なんですね。多分 この辺に今音楽室の部屋の写真が出てるかと思います。はい、この辺ね、ついてくるのを覚えたかこの辺に音楽室が出てるんですが、見てもらうと分かる通り、こう生徒さんというか客席がこう階段状になってます。で、まあ、黒板のあるステージ側が低くなってるんですね。なので、そういう場所を使っていわゆる、まあ、シアターとして使おうと今考えてます。まあ、音楽室をシアター、まあ、いわゆる本当に地域と、まあ、ちっちゃいですけどね、そんなに、まあ、大きくはないんですが、地域のシアミニシアターにしたいなと思ってます。で、そこではもちろんコンサート、それから何か上映、それから何かプレゼンテーション、まあ、各種みたいなことができる場所を今考えています。本当にね、こう、なんていうのかな、音楽室ってやっぱ面白いんですよね。こう、ちっちゃいながらも、その何かの発表する場として出来上がってる。まあ、多分通常は、先生が前にいて、で、先生側が低くて、で、生徒さんたちがだんだんこう高いところにいるっていう感じなんですけど、何か音楽の発表会するときは、そっちの段々の方が客席になって、手前の黒板になる方がステージになるっていう、まあ、そんな場所としてデザインが設計されているんですね。なので、それを使ってこういう、まあ、シアターコモンズという名前でね、ちょっとかっこいいでしょ、シアターコモンズという形で、まあ、いわゆる地域の、市民シアター、ミニ劇場、ミニシアターにしたいなと今思っています。ここも僕たちが主催するイベントっていうことではなくて、地域の皆さんがいろんなこうイベント企画を立てて、その場所を使ってくれると嬉しいなと思います。で、今この音響関係のものも揃えています。PA のやつね。で、うちのスタッフの中に本当にプロフェッショナルの PA のエンジニアさんがいますので、その方の協力をいただきながら使うことができますし、本当に本格的なものをやるとなったら、その PA 機材を外から借りてきて、やることもできます。もちろん主催する側がね、うちはこういう PA さんがいますよということで手伝えてきてももちろん OK かなと思っています。で、ここのシアターを使って、一応2020年の3月にちょっとしたこのプレゼンテーションのイベントをやろうかなと今考えています。実は僕たちの NPO 法人が関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会というちょっと長い名前の団体に所属して、山梨県の幹事ということでやっています。その団体は本当に関東1都6県7県の中でのそれぞれの NPO が参加して、ある会を作ってるんですけども、実は去年、僕たちはその、ICT プラス NPO っていう、まあ、ICT プラス NPO カンファレンス山梨っていうのを実は開催しました。で、その中で県内の IT を使って、まあ、IT をテーマにしている NPO さんのプレゼンテーションをしたものがあります。多分その動画をなんか出てくるかもね、その動画のね、なんか絵が出てくるかと思いますが、まあ、それをやりました。で、これは1回で終わるものではなくて、継続的にやっていきたいなって今思っていて、その第2回をこの八ヶ岳コモンズのシアターコモンズので、来年、2020年の3月に開催しようかなと今思っています。
まだね、ちょっと日程の調整ができません。できてません。あの、3月ね、ほんといろんなイベントが重なっちゃってて、どの日を取れば重ならないのかなっていうのがあって、まあ、その他のイベントにできるだけね、僕もちょっといろいろ関わっちゃってるので、重ならない日をということで今選んでるんですけど、まあ、そんなイベントということで今考えてます。これは本当に面白い場所になるかなと思ってます。で、もちろんここも、コンスタント、まあ、上映からちょっとなんですけどね、いわゆるこの、いずれというか、まあ、動画を撮って、それで、まあ、YouTube が配信できるようにするし、できればもう来年、2020年中には、ライブ配信ぐらいは、ぐらいの環境を整えたいなと今思っています。まあ、本当に、地域に生まれるミニシアターなんだけども、ちょっとした放送局というと大げさですけど、まあ、情報の発信する場所として使える。で、もちろんプレゼンテーションの中にはね、まあ、企業さんがこういうサービス始めますよとか、あのうちなんかこんな商品作りましたみたいなのをプレゼンテーションもこのシアターを使って撮影していただけるとすごく嬉しいなと僕は思っています。まあ、そんなわけで、シアターコモンズ音楽室を使った、有効活用方法を今考えております。こちらもできるだけ安価に、あ、でもギャラリーよりちょっと高いかな。また料金の設定がもちろんありますけども、まあ、こちらの方も使っているようにしたいなと今思います。まあ、有料で、ね、使えるようにしたいなと思います。ただ、現状はっきり言います、椅子と机がないのがちょっと、まあ、ネックです。なので、いわゆる小学校用の椅子それから机、少なくとも1教室分30人、40人分あると嬉しいんですけど、せめて 30脚のテーブルと椅子のセットがあるといいなと今思っているところでございます。というわけで、八ヶ岳コモンズ、このシアターコモンズが音楽室ということで使うんですが、ぜひそのいろんなイベント、特にプレゼンテーションのイベントですね、そういったものに使っていただきたいなと今思っています。ご利用お待ちしています。